さんもちろん 2-1 で勝つより 2-0 で勝った方がいいですし、負ける場合も1ラウンドなるべく1ラウンドでも多く取っておくのが一番いいです。さあというわけで始まりました2014年の12月7日モエダソンシングル大会。さあ本日予選総当たりというわけで、まず最初は 1P 側がレモンさん、そして 2P 側がザンサム超人ギルダマンさん。まずはギルダマンさんが体力4割奪ってからのもうワンコンボが入る。さあこれで体力残り2割。さあここでレモンさんのロイも差し返して、さあ再び立ち回り、さあ折り際たまつまだ残る。さあこの中近距離の立ち回り、さあ下からつないでここはきっちり。さあ第1ラウンドはザンサム超人ギルダマンさんのザキ。さあ第2ラウンド再びロイザキ。さあ第2ラウンドはレイモンさんのロイが一気に体力8割奪っていったところ、さあラインを上げる、投げはスカル。さあギルダンマンさんもワンコン返して、下ガード、さあ飛び始めに引っ掛けてレモンさん取り返して1-1。さあ最終第3ラウンド、これはガードしてる、刻んでいくが、さあ下がっていくところにまず開幕ワンコンボ入れていったのはレモンさんのロイ。さあ一気に体力あっと、さあこの置き攻めが通ってここはきっちり決めていく、勝ったのはレモンさんが2-1。さあ予選第2試合となります、 1P 側が浦さん、 2P 側がレシオさんの対戦。さあハヤト対ロイの対戦。さあまずは浦さんのハヤトがワンコンボ入れて3割奪って、さあサラダが、さあおじぎは、さあまだ大丈夫、刻んでラインを上げていくのはレシオさんのロイ。さあここは位置を入れ替えて使ったところの先端下段から、さあこれで体力残り1番弱。さあ最後は投げる、まずは浦さんの隼人、さあ再び隼人対ロイ第2ラウンド。さあ開幕の差し合いラインを上げていくレショウさんだが、ここは浦さんがタイミングよく差し込んで、ここはきっちりつないでワンコンボ入れる、近づいてからの置き攻め固めていく、さあこれで体力まくってこの前ジャンプ飛びが通る、ライン上げる、さあ投げて、これが返せない。さあここはきっちりレショさん取り返して1-1。さあ第3ラウンド、打ち落としてからのきつめ固めていく、裏から対空になる、さあこれ体力半分、サビが通る、3まだ残る、裏から
さあ体力一番弱ガードしている。さあ距離が離れて下からさあツープラからの返しが失敗。勝ったのは霊翔さんが2-1。それではゆきてるさんとレーモンさんでやりたいと思います。棺桶は用意したか。第一戦始め。さあというわけでロイドキャラ1ピー側がレモンさん、2ピー側がユキテルさんの対戦。さあ開幕お互い1割2割奪い合ってからの差し合い。ライン上げてガードしてる。おっと繋がってない。もう一回さあ回復して、さらにワンコイン出ていくのレモンさんのロイ。からの置き攻め、さあしのいでラインを上げる。ゆきてるさん通して2発、さあ投げて、さあ移動に、あっと使ったところに、ここはきっちり。さあ第3ラウンドはレモンさん、第2ラウンド。さあまず開幕はゆきてるさんがワンコンボ入れて、さらにライン上げていったところにレーモンさんが差し返す。一回落ちるけど、まあまあまだまだまだ分からない。たまつスープラ返しは、さあ失敗。さあこれで体力追いついて、大きめたまつ投げが通る。ゆきてるさんが取り返して1-1。さあ最終第3ラウンド、さあ裏に行ったところ対空、さあ開幕5割奪っていくゆきてるさんのロイ。ラインを上げたところでしたが、ワンコイン入れていったゆきてるさん、これは残ってよしみ勝ったな。ゆきてるさんが2-1。さあ 1P 側が浦さん、 2P 側がザンサム超人ギルダンマンさん。さあ開幕は距離を離しての立ち回り、下刻みからの投げを通して下かな。さあこれで体力半分、距離を離して、さあ、きっちりダメージ削っていく。さあ、ラインを上げていくギルダーマンさんだが、浦さんが下がりながら様子を伺う。さあ、丁寧に丁寧にダメージを奪っていく。さあ、投げが強い。これで残り1割。さあ、なんとかギルダーマンさんもワンコン返していきたいところ。ライン上げる、裏からだが、これは届かない、下がっている、ワンコン返して、これで体力半分、下下。さあこの微妙な場合捕まえる、
さあと、さあ投げが通って、さあギリギリのところからギルダマンさんが逆転して第1ラウンド持っていく。下からワンコーン、ライン上げてガード飛び始め、さあ細かくダメージが刻まれるが、さあここでワンコーン、さあ体力が逆転、ライン上げて下が通る、さあこれで体力残り1割、最後は投げてラウンド取り返す。さあ最終第3ラウンド、距離を離して立ち回る、おっと、さあまずはワンコンボはギルダマンさん、ライン上げる、様子見、さあここはきっちり各班持っていく、あっと、さあこれがつなげて残るがピオル、勝ったのはギルダマンさん2-1。ということは 2-0 で1回勝っておくととても有利になる可能性があります。さあというわけでこれがねちょうど予選半分の試合になりますね。 1P 側がレシオさん、 2P 側がユニテルさんのロイドキャラ、さあまずは開幕レシオさんがワンコンボ入れてさらに拾っていく、さあまだ残る、振りながら立ち回る、スープラ返すよ、成功、だからガード、さあ先端が当たる、体力刻まれて近づいてからの投げが通る。第1ラウンドはレシオさんのロイ、さあ第2ラウンド、シャーパン置いてる、先端当てライン上げる、距離は離れて、さあライン上げる、刻んでいく、ここで通す、さあ一気にこれで残り2割強といったところ、ライン上げていくのはレシオさんのロイ、さあここでユキテルさんもライン上げていくが、これガードしてるが、さあこれは残るが、ここでユキテルさんがワンコン返す、さあこれでまだわからない、あんまり無茶はできないところですが、スカイシが失敗、勝ったのはレショウさんが 2-0。 さあ予選も半分が終わって残るは半分、さあ上位3人が通過となっております。本日のモリジャスシングル大会の予選、 1P 側がフラさん、 2P 側がレモンさんの対戦、さあ体力リードはレモンさんのロイ、
さあ、ここで捕まえて、キッチにつないで、投げ上げる。この攻防、単発、刻んでいく。ポジ際かな、ダウンを奪う。さあ、単発が刻まれる。ガード。さあ、ここでトーンして、ガードして、さあ、しかし着地。攻防。さあ、これ、しかしまだ残るので、まだまだわからない。下が置いてある。残って。さあ、しかし最後は折り際。さあ、レーモンさんが第1ラウンドを持っていく。第2戦始め。さあ、強固にキャラを変えて第2ラウンド反発刻んで、さあ、これが早い。さあ、しかし近づいてくるところをキッチに差し返して、さあ、キッチダメージ刻んでいく。さあ、っとさあ、ここミス残って、ガードしてる。さあ、ここはきっちり体力追いつく。さあ、この手数の多さ、投げ落とし、置き詰め、だから一気にラインを上げる。さあ、第2ラウンド宇田さんが取り返して、1-1。最終戦始め。さあ、まずはレモンさんはアンコンボだが、さあ、このミス硬直に対して、1-1。さあ、体力追いついてからの固める、固める。レモンさんガードを固めてしのいでいくが、ターンが来ない。さあ、これで体力残り1割。さあ、しかし浦さんの強固も即死圏内の体力固めていく。どうして残る。さあ、しかし裏から勝ったのは浦さん。第1戦始め。さあ、1P側がザンサム超人ギルダマンさん、そして 2P 側がレショウさんの対戦。さあ、ワンコンボ入れていくのはレショウさんの場合、グー対クー。さあ、1回距離が離れて、さあ、振りながらお互い立ち回る。体力リードはスーピーがレショウさんの場合。さあ、これが通って、スーパーマン、さあ、返してスライディングからライン上げる、固めて、さあ、ここは1回バックステで距離を離して、チャンスを伺おうといったところでしたが、どうしたの、レショウさんの方に。さあ、まだ残る、スープラ、さあ、会社失敗。まず第1ラウンド、レショウさんのロイ。第2戦始め。下からワンコンきっちりつないで、開幕はバザギルダマさん。さあ、ターンが変わって、さあ、刻んでいく、刻んでいく、そして、さあ、これで体力残り1割。あった、
さあ返せ、これでまだ分からない。スライディングガード単発、最後は近づいたところで投げを通す。勝ったのは霊翔さんが 2-0。 2位通過、3位通過が大事な感じですね。第一戦始め。さあそして浦さんはこれで4試合目と。さあ皆さん残すところ1試合2試合という感じになっております。 1P 側がゆきてさん、 2P 側が浦さんの対戦。さあロイ対京子、さあ通していったのはゆきてさんのロイ。さあワンコンボ入れてからの巻き爪、ライン上げる、下がる折り際、端末ライン上げる、固める、ガードして、さあここで通していく。大きじめ、最後はなあ、おっ投げる、さあまずは浦さんの強攻。第2戦始め。刻んで、さあここで通していく、下膝かな、さあお互い即死圏内に入ったところ、あっとつながってない。さあここはキチ取り返して、いちいち女の子を押して最終戦始め。さあ最終第3ラウンド、先に触っていったのは 2P 側浦さんの強攻。ライン上げる、刻んで、さあこれで体力半分、固める、投げて、ライン上げる、投げて、さあまだ分からないスカリに対して、勝ったのは浦さんの2-1。そうですね、勝たないと通過はないですね。さあ、レシオさんが現在3勝を、浦さんが2勝を、で、銀南蛮さんとゆきてさんが1勝ずつというわけで、どちらかが2勝になるので、まずは2勝ラインに並ぶところからです。さあ、1P 側がレイモンさん、2P 側がレシオさんの対戦。ライン上げる、スープラ。さあ会社失敗、さあしかしまだわからない、さあキチつないで、さあこれで誰か追いついていく、ゲージをためながらガード固める、
固める、固める、おっと投げ合う、後ろ預け、さあきっちり、さあ取り返していく、さあ体力ギリギリのところからの第1ラウンドを持っていたのはレーモンさんのロイ。さあ第2ラウンド刻んでいく、おにぎわ、おにぎわ、さあここはきっちり、さあレショウさんがワンコンボ決めて体力大幅リード、ライン上げて触っていくが、ここはガード、タイク、さあここはきっちり決めていく、レショウさんが取り返して 1-1、 さあ最終第3ラウンド、あいち、さあ第3ラウンド、さあ落ちるが、失敗、失敗、さあ体力五分状況からの、おにぎわ、すかしてる、しかし裏に行ったところ、さあまだわからないといったところで、さあここはきっちり勝ったな、 2P 側レシオさんが2-1。さあとりあえずこの試合で勝てば予選通過、負けたら予選敗退という形になります。まあ、ラウンド数で、まあ、2位か3位かは決まるんですが、さあ予選最後の試合となっております。さあなんと言ってる間に 1P ガードのユキテさんが一気に持っていく第1ラウンド、さあそして 2P ガードのピラマンさんのザキ、さあ開幕は距離を離して肩ガード、さあ振りながらだが、さあここで通していったなユキテさんのロイ、さあしかしここは無理はしない、距離を離せ、再び立ち回り触っていくが、ここはガード下からきっちりつないで、さあこれで体力まくってからの再び立ち回りガード、さあここで倒す、さあこれで体力残り1割強といったところ、さあ先端が当たる、通したのはユキテさんのルイ 2-0。 ナイフ2というよりは、ここで 2試合選手、ここでもまた2試合選手なので、あの準決勝で1試合落としても決勝ではまたライフ2位に戻ります。2ラウンド選手が2ゲーム選手みたいな感じですね。さあというわけで本日のジャスカクシングル大会の決勝トーナメント、さあ同日2位になりました浦さんとゆきてるさんの対戦、決勝トーナメントは2試合選手という感じで最大3試合していただく可能性もございます。まあ2試合で決めていただいても全然大丈夫です。第2戦始め、さあラウンド数でいったら結構ありますからね、1試合最大3ラウンドということを考えると最大9ラウンドまで可能性はあります。
短い距離を狙うのではあります。さあ宇田さんの隼人が一気に攻め込む。さあここでユキテルさんが差し返して落ちるが、オリが単発スカリさあこれで分からなくなった。下単発投げ、さあ取り返し11第3ラウンド最終戦は隼人とは。さあ今日これ出てくる、オキセメン、ここは一回下がる。さあこの揺さぶりは何もしない。さあうーだからなかった。さあ固めるが、ここでうーださんが触っていくがスカル、さあスカル解析1位大コンボを入れていく。固める固める、投げる。さあ第1試合はゆきてるさんが持っていく第5位。第一戦始め。さあ第2試合となります。ロイ対京子、ガード刻んでいく、上にスカスカ。さあ再び浦さんが固めて、さあ通していく、ワンコイ寝て、さあ置き攻め投げる、体力これで残り3割。下からだがガード、さあ一気に揺さぶって、さあここはきっちり、さあ強行、固めていく、一回下がって、下がる下がる。さあ浦さんがスライディングから、さあ下がっていく、さあここで今度は前世どうしていったな、ゆきてるさん、さあこれで体力半分、まだ分からない様子見。さあここはキチガードさん、さあと大きすみが通る、さあ体力一番弱ちょっと状況だが、さあしかしあっと残る、まだわからない、たまつ投げる。さあゆきてるさん取り返して、さあこれでゆきてるさんがマッチポイント。さあまずは浦さんが投げて、オキシメガード距離を離して前下から固めるが、さあ固めからの投げを通して、下からさあこれで体力残り1割。さあ下から、さあこれで分からなくなる、
これはおっと、なんか守れるか。さあ浦さんが取り返して、これで1-1。さあ1-1仕切り直してからの最終第3試合目となります。さあ開幕したから安い田松、さあ前に近づいたところ置いてある。さあもう一回通す。さあ一気に体力刻んでいく。さあここで浦さんが捕まえる。もう一回、今度は大企画。さあここはきっちりカッコンかな。残る、さあまだわからない、どうしていった。さあお互い体力少ない状況。最後はタッパー置いてある。さあこれでゆきてるさんが再びマッチポイント。さああと浮かない。さあここは2回目はまあダメージは確実に刻んでいく。さあ浦さんが投げてからのスカディに対して、さあこれで残り1割。さあここはきっちり決める。勝ったのはゆきてさん。さあというわけで本日のジャスワク決勝戦、 1P がゆきてさんのロイ、そしてスピガー連勝さんのロイ。さあや同じこと考えてた。さあワンコン返して、ライン上げる、おっと、さあガード間に合う。これはすかして、さあガードしてる、ガード、さあ体力1割残し、さあしかしまだまだ分からない状況。ゲージも溜めて、投げて、さあ近づいてきたところ、まず第1試合の第1ラウンド、ゆきてるさんの場合、さあまずは霊翔さんのロイがワンコンボを入れていく形になる。タブツラインを上げていく霊翔さんのロイ。さあ一回下がる。さあ仕切り直して立ち回りガロ、さあしかし立ちパン置いてる。あっと割れていく、まだ残る。さあこれでまだまだ分からない。さあ少女体力ドット残し、大工置き攻め、スープラン。さあここはきっちり決める。さあ第1試合最終第3ラウンド、
さあ、どうしていったのユキテルさん。ワンコン入れる。さあ、これが美味しい。さあ、第一試合はユキテルさんが持っていく。さあ第2試合となります。ラインを上げていったのはレシオさんのロイ。さあもう1回とワンコンきっちり通して、ライン上げる。さあ第2試合第1ラウンド、レシオさんが一気に持っていく。さあ第2ラウンド対空固める。さあきっちり対空追いついていく。距離が離れての立ち回り、この差し合い下かな。疲れ裏になる。さあまだまだお互い分からないところ、スープラ様子見からの会社成功。さあやり返して、これは再び返す。さあお互いゲージを吐き出しつつ、さあこれで体力は逆転。さあしかしまだまだ油断できない体力。ガード、さあこの微妙な距離、ライン上げる。最後は投げる。さあギリギリのところ制していったな、ユキテルさん。これで優勝へのマッチポイント。さあレシオさんが攻める、刻んでいく下から。さあやり返して、刻んでいく。おじぎはターンが変わる。さあ裏だったか。さあこれは残って事故をずらす、攻め込む、下がっていく。ゆきてりさんスライディングしたかな。おじぎはガード、さあこれを通して、これで一気に分からなくなる。おっと、おっと、まだあるよ。さあおじぎは体力お互いだったぞ。おっと、さあ距離が離れて立ち回る。ラインを上げていったが、最後はおじぎは、さあギリギリのところ、レシオさんが制。さあ最終第3試合となります。さあ第3試合開幕、触っていったのはレシオさんだが、さあまずは1割差が置いてある。さあ一気にラインを上げて第1ラウンド、体力大幅リード、レシオさんさらにもう一回。さあこれで逆にレシオさんがマッチポイントになる。第2ラウンド、さあこれが通って返す。さあ失敗、
さあ開幕2は2からの追撃3割。さあここでワンコン痛いのが入る。体力まくってからラインを上げて下刻み、それからがもう一回。さあ返して仕切り直してラインを上げて、さあキッチで決める。さあこれで逆にユキテさんも再びマッチポイント。さあ最終第3ラウンド、ゲージャー2本今日対4本今日スープラ。ストしていく。さあ一気に第5幅リード、ユキテさんのロイ。さあ残り1割固めて1回で翔さんは下がる。さあライン上げて端末。さあここで池田さんは下がる。これがさあ意外にリーチが長い、会社失敗。さあライン上げるスープラ、会社成功。さあ仕切り直す、この立ち回りライン上げる。さあ下端末コンボには至らない、裏回って落ちる。さあまだまだわからない、下おっと当たる。さあ体力ドット、あっと勝ったのはレシオさん。というわけで本日の優勝はレシオさんのロイト。